こんにちは、橋本淳也です。今日は6月15日日曜日ね、6月15日の日曜日です。今日は何の日かっていうと父の日でございますね。なのでまあ今回ね ちょっと照れくさいですけど、父の日ギフトということで子供から帽子をいただきました。帽子。似合いますかね？もうすごいにやけてます。ね。いつも遊んでくれてありがとうっていう感じでもらったんです。もらいました。ね。まあ、子供もね、恥ずかしがってもう全然言ってくれなかったんですけど、もう伝わったんです、その気持ちが。すごい嬉しかったです。もうにやけちゃいますね。ダメですね、これね。まあ、大事に使っていきたいなと思います、帽子。ってことで今回、前回の MacBook Pro の、まあ、設定編を本来やるべきなのですが、まあ、それを先送りして、今回はね、父の日のギフトを子供からもらったっていうことで、ダメですね。次の動画で必ず MacBook の設定編をね、アップロードしたいなと思います。ではまた次回の動画で。バイバイ。